おはようございます。ウェザーニュースキャスターの白井ゆかりです。10月13日火曜日の全国の天気をお伝えします。予想天気図を見ていきましょう。昨日雨を降らせていた前線は北海道の東の海上へと抜けていく予想です。北日本エリアでも次第に天気は回復へと向かっていきます。また高気圧圏内となります東海から西日本のエリアでは日差しが届くところが多くなるんですが、寒気の影響を受けまして北陸から山陰付近日本海側の一部地域では雲が広がりにわか雨の可能性がありそうです。ではお天気アイコンを見ていきましょう。前線による雨雲が残りやすい北海道道東付近では午後の時間帯もにわか雨ご注意ください。その他の地域では次第に日差しが届くお天気となりそうです。また東日本北陸付近では雲が多い1日です。こちらはにわか雨に備えて折りたたみ傘をカバンに忍ばせておくと安心です。関東では晴れのち曇りのアイコン、日差しが届いたり雲が広がりにわか雨の可能性があったりと変わりやすい空模様となりそうです。特に午後の時間帯ほどにわか雨にご注意ください。東海以西のエリアでは晴れのアイコンが優勢となっています。昼間は日差しが届くと気温が上がります。各地25度を上回る予想となっております。昼間はカラッとした暑さにもなりそうです。1日の気温差が大きくなっていますので体調を崩されないように服装選びにご注意ください。以上、全国の天気をお伝えしました。